うち、未来から電話してきたんだけど、社会問題解決のために1000年前の日本、つまりあんたたちの時代のことを調べてるの。今日の東芝のニュースとか、めっちゃ興味深いじゃん。話してよ、何があったのか。あのね、東芝っていう会社、あんたたちの時代では家電とかでもよく見かけるんだろう。テレビとか冷蔵庫とか。でも今日、その東芝について、すごいニュースがあったんだよ。投資ファンドの日本産業パートナーズ、JIT、なんかが中心で、東芝の全株取得を目指して、明日から TOB、株式公開買い付け、始めるんだってさ。価格は4620円で、これで成功すれば東芝、上場廃止になるんだよ。74年間の上場歴史が一旦終わるってわけ。いろんな企業が出資してるみたいで、約2兆円の買収になるんだって。ロームとかオリックスとか日本特殊陶業も出資してるみたい。でもなんでそんなことになったのかな、ちょっと詳しく教えてよ。今回の東芝の話、ただの企業の話じゃなくて、かなり重い背景があるんだよ。まず、東芝がなんでこうなったのかっていうと、15年に不正会計問題が明るみに出ちゃって、それから経営がどんどん悪化してったの。16年末には米原発子会社で巨額損失発覚したりして、もうどうにもならない状態だったんだ。で、債務超過を回避するために、17年に海外ファンドとか複数のアクティビスト、物言う株主、約6000億円の増資をしたんだよ。物言う株主っていうのは、短期的な利益ばっかり追求して、経営にぐちゃぐちゃに介入する人たちのことで、東芝の経営判断は何回も変わってきたんだ。だから今回の TOB で、東芝の株主構成を整理して、国内企業と連携しながら成長できるようにしようってわけ。上場廃止になるかもしれないけど、これで経営が安定して成長できる方向に向かえるんじゃないかって思うんだよね。この件、ただの企業買収じゃなくて、未来の経済、企業経営の方向性にも影響するから、うちの未来の世界でも学ぶべきことがたくさんあると思うんだ。わかった。あ、でもね、うちの未来でもこういう企業の買収とか上場廃止とか、まだあちこちで起きてるのよ。技術が進んだって、人間の欲とか短期的な利益追求とか変わらないんだから、ほんと情けないよね。この間のあの企業の買収なんて、もう話題にすらならないほどありふれてるし。未来の世界もそんなに素晴らしいものじゃないんだよ。最先端のテクノロジーがあるけど、それで解決できない問題もたくさんあるの。ほんと。未来って言うとかっこいいイメージあるかもしれないけど、うちらもあんたたちと同じように、企業の買収だとか、経営の失敗とかで悩んでるのよ。未来に生きてるって、そんなにすごいことじゃないわ。まあ、楽しいこともあるけどね。でもそれはまた別の話。まあ、それはさておき、うちが思うに、東芝のこの件って、本当にいろいろな側面があるんだよね。企業が複数のファンドと組んで、大きな融資を受けたりするっていうのは、未来でもよくあることなんだけど、それにはいろんなリスクがあるの。例えばね、短期的な利益を追求するあまり、会社の長期的なビジョンが犠牲になっちゃうこともあるんだよね。それに、この手の取引はいろんな利害関係が絡んでくるから、誰のための経営なのか、ちゃんと考えないといけないんだよ。未来でも、この問題は解決してないし、どうにかしないといけない課題だと思うんだよね。そう考えると、未来と過去がそんなに違わないのかもしれない。どちらにせよ、経営の判断って、難しい問題だわ。人間が絡む以上、単純じゃないんだよね。この話をまとめるとね、経済やビジネスの世界は複雑で、いろんな利害関係が絡むものだから、シンプルに考えることはできないんだよね。でも、やっぱり基本に立ち返るって大事だと思う。松下幸之助さんの名言に、成功するかしないかは、自分の頭の中で決まる、という言葉があるんだけど、これは企業経営にも当てはまるんじゃないかな。長い目で見て、しっかりとしたビジョンを持って行動すること。それが、企業だけじゃなく、個人の人生にも重要なんだよね。未来でも、この考え方は変わらないと思うんだよ。だから、今回の東芝の話もそうだけど、どんなに時代が変わっても、基本に忠実に、正直に、自分の道を突き進むこと。それが、未来でも過去でも、人間が生きていく上での大切なことなんだと思うわ。で、今日の話、面白かったと思わない。未来でもこんな話題になってるよ。でもね、まだまだうちが伝えたいこと、
話したいこと、たくさんあるんだよね。だから、このチャンネル登録してくれたら嬉しいな。次回の動画ではもっと深く、過去のこと、未来のこと、いろいろと話せると思うわ。ほんと、知ってると思ってることでも、新しい視点で見ると全然違うんだよね。だから、次の動画もぜひ見てほしいな。じゃあね、次回も楽しみにしててよ。バイバイ。